とは？A 中回転域では、トルク重視の2バルブ機構で、吸気と排気が1箇所ずつなのに対して、高回転域ハイパー VTEC 作動時には、休止していた残りの2バルブが活動をすることで、4バルブの機構となるので R。回転数が 6300rpm からは、サイヤ人からスーパーサイヤ人へと変わるようなもので、無敵感バリバリ、最高の走りになるんですWe'll be right back.
Thank you.